大妖精を甘く見ないで。あ、うん、チョコだから甘いのは本当なんだけど、まあいっか。クイーンズメルティーハート。まとめて出荷してあげる。さあ行くわよ。
熱を帯びなさい。マルミアドワーズ、今のうちに準備を。白兵隊、行きます。今のうちに準備を。三千たる愛を加減。おいしいですか、それ。ええ、メイドですので。広くロッカーに。給仕の仕事ではありませんが。うんうん、私でよろしければ。交通整理の必要はありませんわ。野人馬の皆さん、お下がりを。見とれるのならこの水流になさいませ。信仰、希望、片付けます。そして愛。週末、救治の仕事ではありません。はじめ、私でよろしければ。僕の守護者たち、ラウンドオーバーバロン。渋滞も何のそのですね。絶対救治、聖剣消防、 QDK ガラティーン。の仕事ではありませんが、他にご予定は。仰せのままに。渋滞も何のそのですね。絶対救治、聖剣消防、 QDK ガラティーン。勝ち。強行的に大丈夫なハンドサインってありましたっけ。光を私にボーナスを。セイバーシスレス。
レーでは仕方ありませんね。カレーでは仕方ありませんね。ゴッズホルダーの証明を。了解。初歩的なことだ。エレベーターマイディア。アンサー。理想のエネルギー補給です。いただきます、ごちそうさま。望むところだ。どうします？
まだまだ未熟者ですが、頑張ります。戦いですか。運命をかけた戦いであれば。戦いですか。妖精の接続、早掛けですよ。カルウェイをまとめて出荷してあげる。さあ、行くわよ。上出来加減美味しいですか。それでは一発ガキーンと立ち直り、立ち直り見たい。もう仕方ないな、私に任せて。ほらほら早く新作入ります。ドド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 ド、特大女王ケーキ登場。食べ残しは許さないから。私の町がナンバーワン。追い詰めたつもり。悪いけど蚊に刺された程度なの。私の鼓動で消し飛びなさい。無駄努力だったわね。見たい。いいですね。もう仕方ないわ。じゃあやろっか。世界の果て、女王の私、死者、心臓は生まれ変わる。クイーン。先に進みましょう。宴会は大勝利の後に取っておきます。私の力が必要ならば全力で応答します。早掛けですよ。白兵戦行きます。今のうちに準備。白兵戦行きます。早掛けです。カルメラ妖精接続。さあ行くわよ。デコレーションしちゃおっと。立ち直り、立ち直り。私の街がナンバーワン。私に任せて。ほらほら早く追い詰めたつもり。悪いけど蚊に刺された程度なの。私の鼓動で消し飛びなさい。無駄努力だったわね。ちょっと、ちょっと驚くかも。ほらほら早く私に任せて。追い詰めたつもり。悪いけど蚊に刺された程度なの。私の鼓動で消し飛びなさい。無駄の努力だったわね。見たい？もう仕方ないわ。誇りにかけて私に任せて。新作入ります。ドド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 ド、特大女王ケーキ登場。食べ残しは許さないから。ちょっと、そうね、嬉しいものですね。皆さんのおかげです。バカンスか。それもよかろう。熱を帯びなさい。早掛けですよ。カルメ。できる男の余裕というやつよ。熱を帯びなさい。マルミアドワーズだというの。できる男の余裕というやつよ。まとめて出荷してあげる。新着いかがでしょう。王の号令は場所を選ばぬ。その目に焼き付ける。矢を構えよ。俺が許す。
至高の財をもってウルフの守りを見せるがいい。選ぶデンギル。ネームオッケーです。できる編集者クロエ。あふれ出すなぁ。王の号令は場所を選ばぬ。私に任せて。その目に焼き付けるがよい。矢を構えよ。俺が許す。至高の財をもってウルクの守りを見せるがいい。選ぶデンギル。引きつけるがよい。目を離すなよ。矢を構えよ。俺が許す。至高の財をもってウルクの守りを見せるがいい。選ぶデンギル。軽装だからって油断したね。もともと自分の武器は持ってなくてね。デスメドレーを聴かせてあげる。バラード、ブルース、アンビエント、ぶっつぶれなさい。ブレスタメロ、エリテールド、吹っ飛びなさいます。ちょっと無賛しますか。ちょっとちょっとリクエストをいただけて。新作入りまーす。ドド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 ド。特大女王ケーキ登場。食べ残しは許さない話。参った参った。大佐自由に振る舞いすぎた。できる男の余裕と生きた王はオフだというのに。まあ、できる男の余裕というやつよ。ふぅ、華麗では仕方ありませんね。ふぅ、華麗では仕方ありませんね。まとめて出荷してあげる。あふれがすごい。王の号令は場所を選ばぬ。私の町がナンバーワン。その目に焼き付く。トークビーム、すなわちコスエーテル宇宙、シカルの秩序。行くぞ、ツインミニアラン。リトルエロー。矢を構えよ。俺が許す。至高の財をもってウルクの守りを見せるがいい。選ぶデンギル。追い詰めたつもり？悪いけど蚊に刺された程度なの。私の鼓動で消し飛びなさい。無駄が出る手程度だったわね。よくも
力が溢れて仕方がないのに。次の相手、早く見つけてね、マスター。